24時間365日あらゆる鍵のトラブルを解決する鍵開け仕事人、よろしくお願いします。今回はかつてない開かずの金庫ミステリー。はい、失礼します。潰す予定の廃墟なんで。あ、そうですか、うん、で、数年ぶりに金庫があるんで。うわ、あ、え、これですか。なんとおよそ100年前、大正時代に製造された金庫が。この金庫があったのは先週初めて知りました。依頼人が亡くなった父親の家で発見したのは、見たことも聞いたこともない開かずの金庫。思ってる以上に重厚なもんだと思いますよ。謎だらけの金庫の中には一体何が入っているのか。仕事人が会場に挑みます。その行方を追跡すると、鍵開け仕事人史上最高額のお宝を目撃することに。午後10時半、底冷えする冬の夜に SOS が。お待たせしました、鍵屋です。すみません。依頼人は都内に住む40代のカップル。一体何があったんでしょうか。気持ちよくお酒飲んで帰ってきて、帰ってきたら鍵がない。いつもここに入れてる感じですね。本当にないんですよ。千葉県への温泉旅行を満喫し、上機嫌で帰ってきたところ、鍵がないことに気づいたといいます。しかも不運なことに。お姉さんもお持ちじゃないですか、鍵。あ、いつもは持ってるけど、今日は置いてきて、置いてきてるっていうか、そこの引っ掛けるところに。あ、部屋の中に、はい、悔しいわ、悔しいわ。それが悔しい。まさか家に入れなくなるとは思わず、コンビニで買い物していたカップル。買ってきたアイスが溶ける前に、アイスが溶ける前に開けることができるのか。目をつけたのはドアの覗き穴。ここから特殊な工具を差し込み、解錠を試みます。作業開始からわずか20秒。すごい、マジか。期待に応える超早技で解錠成功。合鍵も確かにちゃんと室内にありました。アイスが溶ける前に終わってよかったとはいえ、楽しい旅行の最後に手痛い出費。しかも翌日、お土産袋の中から鍵が見つかったそうです。別の日の午後10時、仕事人はいつもとは勝手が違う扉に苦戦をすることに。依頼したのは都内のアパートに住む20代の会社員。昨日鍵をなくして探したんですけど、まあなかったんで、ホテルに一泊して昨日はしのぎましたね。1日かけて探したものの発見できず、仕事人に SOS を出したんです。ところが、この鍵穴自体はピッキングできない鍵になるんですよ。今回覗き穴がないっていうことだったんで、普通に開けることが実はできないんですね。それでも何とかするのが仕事人の真骨頂。ドアの郵便受けから特殊な工具で解錠に挑みます。しかし作業開始から10分、何やら雲行きが怪しい様子。ちょっと待ってですね、これが引っかかって、ドアの向こうで何かが作業を邪魔しているというのです。そこに自転車を置いてるんですか。自転車置いてますね。アマチュアリーなんですけど、ちょうどこの前パンクしたので、そこで修理しようと思ってたんです。まさかの事態。意図せず玄関に置いた自転車が邪魔になっていたんです。自転車の車輪が当たっちゃうんですよね。
思わぬ障害物に大苦戦。作業開始から1時間、気温 1.5 度の寒空の下、これ以上待たせるわけにもいかない。そこで鍵穴壊して交換しちゃうがもう最終手段になってくるかもしれない。これが最速の手段、鍵を壊して開けることに。これで開きましたんで、お待たせしました。ドアを開けると、ああこれは倒れないか。ちょうど鍵の正面に自転車が。新しい鍵に交換し、作業は終了。不運が重なり、手痛い出費となりました。玄関でやっぱパンクの修理したらいけないですかね。いやいや、そもそも鍵をなくさないように気をつけましょう。快晴のこの日、仕事人のもとにかつてない依頼が入りました。すいません、よろしくお願いします。依頼人は50代の兄と妹の兄弟。現場は築年数も定かではないという一軒家でした。このままいいですか？そのままどうぞ。そのままどうぞ。すいません。一体どんな事情が？潰す予定の廃墟なんで。あ、そうですか。うん、で、数年ぶりの再交換なんで。うわ。あ、え、これですか？そうですね。それを開けていただきたいと思ってるんですけど。それはかなりの年代物とおぼしき金庫。まあでも大正昭和とか多分そこら辺の年代だと思うんですけど。古いですね。そこには右から間宮式表示器の文字が。大正時代に金庫を製造していた間宮堂によるおよそ100年前の金庫ではないかといいます。この金庫があったのは先週初めて知りました。聞けばここは2年前に他界した兄弟の父親の家。部屋の整理に訪れた際発見したといいます。兄も妹もその存在を全く知らなかったのだとか。思ってる以上に重厚なもんだと思いますよ。あんまり当たらないんで、この方にめった当たらないですね。仕事人によると非常に珍しい金庫で、一般の家庭で所有するような代物ではないといいます。例えば会社を創設しましたとかで寄贈された金庫とか、そういうタイプとか。会社がやってなかった、やってた企業って感じじゃないよね。全く心当たりがないという依頼人。父親は会社経営者ではなかったといいます。謎に包まれた開かずの金庫、その解錠は一筋縄ではいきません。10年ぐらいやって2回目ぐらいですね、多分この金庫当たるの。僕これ前回やった時半日かかりました、ね、いや下手したらもうちょっとかかる可能性も全然あるんで。このダイヤル式金庫、構造が複雑な可能性があるため開錠時間は読めません。壊して開けるかもしれない。あ、うん、全然壊していただいても。仕事人が選んだ方法は、内部を確認するために金庫に穴を開け、特殊な道具で覗きながらダイヤル番号を探っていきます。謎の金庫が見つかった父親の家、他にも歴史を感じるものが至るところに。家具超目玉バーゲン、創業60周年を迎えた池袋東武百貨店の56年前のチラシ屋。巻尺ですか。レトロな巻尺が。金庫の中にも年代物が眠っている可能性を
期待してしまいます。さらにこんな立派なの庭ないですよ。普通一般家庭とは思えぬほど立派なお稲荷さんまで。全く見当つかないわけですよね。中身は見当つかないです。よくあるような空っぽのような気がするし、何もしないし。謎が深まる一方、作業開始から20分、それは突然でした。あ、来ました。開かずの金庫の開錠成功。カモンも入ってる。果たして中には何が。金庫の中に置かれていた灰色の箱には依頼人が想像もしなかったものが入っていたんです。なんと見るも鮮やかに光り輝く小判が。さらに なんと純金の延べ棒まで。しかも次から次へとザクザク出てくる。まさにゴールドラッシュ状態。すごい、50円、日本銀行。さらに聖徳太子の100円札など古い紙幣がピン札の状態で次々と。依頼人の息子がスマホで相場を検索してみると、金が8737円、だからそれでもう4000万回ってるしかないです。結果金の小判が2枚に純金の延べ棒12本、純プラチナの延べ棒7本、金塊や古い紙幣の束など分かっただけでもなんと総額6000万円以上のお宝が。しかし気になるのはこの財宝のそもそもの持ち主ですが、金庫の中を調べたところ、どうやら依頼人である兄弟の祖父が代々続いた問屋の息子だったようです。祖父はおよそ80年前に亡くなっていたため、兄弟とは全く面識がなく知らなかったといいます。父親でさえ開けたことがなかったのではといいます。ちゃんと整理してもらったら税理士さんにね、ちゃんと言わないと、いくらするんだから、すごい税金返す。嬉しいけど、嬉しいけど、本当に所詮国に持って帰っちゃうんですよ。まだ整理がつかない様子の依頼人ですが、自慢げに開けたポーズ撮っていただけます。見事に開けた仕事人が記念撮影。とりあえず相手へ安心していただいたことが僕は一番なので、期待に応えられたことが良かったかなと思います。スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANA のニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。